はいどうもこんにちは、ホステルと申します。任天堂スイッチバージョンのシャドウゴリラを影と回路、久しぶりに遊んでいこうかな。で、達成の私はコンバス強化、お助けセット、光石光量強化、鏡移動速度強化、スタミナ回復速度強化、足での難学術、こちらをもって本日はね、日暮らしの回路の難易度修羅に再び挑戦していこうかなっていう感じかな。以前挑戦した時は失敗したので、今回はリベンジを果たしに行く。また殺されるかもしれないけどね。あと今回はね、キャプチャーボードの出力をパススルーにしたんだわ。というのも、TPS 系の動画を上げた時に、0.1 秒から 0.2 秒ぐらいかな、遅延してたんだよね。カゲロウやってた時は気づかなかったんだけど、カゲロウも実は遅延してたのかもしれないね。もともと、TPS と違って操作が忙しくなくて動きももっさりしてるから気づきにくかっただけかもしれない。それを今回パススルー方式でやってみてる。前から結構カメラとか使って至近距離まで徘徊者を引きつけてカメラ使おうと思ったらカメラが作動しなくて死んだりとかすること結構あったじゃないですか。それももしかしたら遅延が影響していたのかもしれない。なので今回はそれの確認も含めてやっていく。まあ普通に死ぬかもしれないけど。あ、最近ね、任天堂スイッチのプロコンのスティックがおかしくなってきて、上入力してると、時折、半倒し状態みたいのになることあるんだよね。プロコンのスティックってかなり壊れやすいっていう風にネットの情報でもよく聞くんだけど、ちょっとさすがに来てるのかもしれねえわ。TPS ゲームとかやってると消耗が激しいらしくて、結構やべえこと言ったってる。まあ、べちょべちょ喋りながらやってるんだけど、日暮らしの概要、難易度修羅。こちらはね、継承の愛会者がいるので、継承じゃない、まあ継承もいるんだけど、千里眼の愛会者がいるので、彼には最も注意しないといけないよね。歌が聞こえてきたらやべえわ。あと、忍び寄る愛会者もいるのかな？確か愛会者オールスターのマップだっていうような気がする。で、外周沿いに行くんだけど、外周沿いに行くと言っても、光石の部屋に差し当たったら行き止まりになっちゃうんで、それを回避するために半時計回りで行く。それが日暮らしのカイルローの個人的なやり方。おっと、虫がいる。え、消えた？あ、いるわ。なんでこれ点滅してるんだけど。なんだこれ。できれば継承の徘徊者に会わずにクリアまで行きたいところだね。日暮らしあんまり最近やってねえからマップ忘れちゃってるわ。まあ今回はパステル方式のテストも兼ねてるから、失敗したら失敗したで、まあその時点でお開きっていう形になるかな。まあまあまあ、継続的にカゲロウの実況プレイ動画自体はやっていくので、この部屋なんだっけ？あ、なんかこれ、あれあるところだな。崩落地点。そうじゃない？ここ鍵でしょ？こっち歩いてったら崩落じゃなかったっけ？あんまり崩落。あ、待って、まずい！いや、2体！入ってくるかな。鏡、鍵。バカ玉欲しいところだよね。積極的に、おっとまずいね。継承の徘徊者2体いんのか。うわ、アイテム発見。スズゲットでしょ。いやー、神楽鈴もいる。鍵かすめたら、あ、ちょっと待って、これ爆竹投げるか。爆竹入れて、お、変なとこ行かなかった、今。今変なとこ行ったべ。開けてくれるかな。継承の徘徊者とりあえず動かしておいて、2体ともいるからここで鏡っていうのもありなんだけど、マガタマがね、捨ておけんわ。ここでマガタマをしてるやつは男じゃねえ。まあ、半分おかまみたいなもんだけど。あ、いるわ、じじい。うわ、ここにも光ってる。うわ、爆竹が落ちるね、彼は。扉を開けてくれるような音しなかったから、多分この格子突き抜けて、さらに奥の方に投げちゃってたわ、俺今。多分ここ鍵かかってるところでしょ。このマップ知ってるわ。ちょっともう一個投げよう、もう一個投げよう。変なところに誘導しちゃったみたい。爆竹投げておく。ちょっと爆竹投げて、もうスルーするか。それでもいいと思う。さあ、開けていくか。あっちょい！しまった！まずい！あっ！いやー。なんか捕まった瞬間にちょっと遅延始まったような気がするんだけど。大丈夫？ははは。今俺扉閉めたかったんだけどなー。間に合わなかったわー。扉を調べる操作がね。いや、まさかあっち側に行ってたなんて思わなかった。開けた瞬間に見つかったね。これが GC だったらまだ扉間に合ったかもしれないけど、カクラスズの徘徊者は走るのが早いからね。
とまあ情けないところを開始5分で発揮してしまったので、もうちょっとやるわ、頑張ろう。鏡移動速度強化とスタミナ回復速度強化の恩恵をしっかりと実感することなく命を落としていってしまった。鏡移動速度強化は聖域の修羅じゃないな、30分以内クリアをした時に、まあその威力は実感したんだけど、スタミナ回復速度強化はまだ実感できてないんだよね。それをぜひとも実感したい。けどどうだ、今のやってて本当に微妙なレベルでしか効果が実感できないレベルかもしれないね、これは。まあだけどはっきりと体感できるレベルでがっつりスタミナ消費が減ってたらそれはそれで問題なんだけど、このゲームスタミナ管理も非常に重要なんでね、これ効果出てんのかどうかちょっと本当によくわからないっていうぐらいのレベルだよね。それ取れないけど、あ、取れた。いやだけどこれ遅延どうなんだろう。やっぱりカゲロウやってたらわかりにくいわ。開始エリアはいくつかのパターンしかなくて、まあ、基本的には北に進んでいくのみで、なぜかカゴがあるパターンもあるっていうね。それではまあ愚直に半時計回りやっていきましょうか。これも月のエリア入ってんのかな、これ入ってんのかな。多分入ってる、部屋とかなってるし。あ、やっぱプロコン壊れてるわこれ。確実に上入力が甘い。やべえな。これさ、修理に出したらどのぐらい修理代取られんの、プロコンって。あ、これまた固定マップだ。ここから先が本格的な回廊だ。まあ、スイッチバージョンはライフペッション見やすいんだよね。ここはなんだっけ、日暮らし忘れてる。泣き女いるところだね、この奥に。この奥に泣き女がいて、マガタマがあるところだ。泣き女がいたらマガタマあるんだけど、確かここ回ったらカゴあるんじゃなかったっけ。爆竹使って取るのもいいんだけど、上手い人だったらなんか扉破壊する時間を有効活用してなんかかすめ取ったりとかするよね。俺もそれができるようになりたいが、しかし果たしてこの実況者ホッセルさんにそれができるのかどうか。継承の大会者はそれにしても2体上ついてたか。千里眼はさすがに1体だよね。これで千里眼2体以上、なんかいる。ただ普通に揺らめいてるだけか、あれは。さすがにそれにしてもね、プロコンをちょっと使い倒すわ。ほんと金ねえんだわ。貧乏くせえ話になるけど。マジで金がない。今年の頭に怪我して、それって原因で半年ぐらい仕事ができなくて、それのせいでね、マジでお金がね、今。あそこに投げてよかったかな。バレるか。他の徘徊者が来たらまずいんだよね、爆竹使うときって。ライフでしょ。ここには相手なくて。いやー、怪しいな、これ。取れるか。あ、取れたわ。しゃ。いいですね。あ、来てる。まずいね。走っちゃえ。こっちへ行く。次のエリア、トットで行きましょう。いや、なんかいるか、これ。なんかいるかもしんねえわ。継承か。意外と近くに来てたか。カメラ。いやー、こっちに来るよね、これは。あんまり良くねえわ、流れが。どの辺にいるだろう。これ、敵の出す物音からも、敵との距離をしっかりと判別できるようにならないと先はないよね、このゲーム。今後ろに爆竹投げちゃうのが正解だったかな。どうなんだろう、今の泣き女を誘導した爆竹の音に寄せられてきたのかな、今の継承の徘徊とか。そんな感じもする。お、いなくなった。よっしゃ、いいですね。まあ潜っただけかもしれないけどね。いない。おっと、継承の徘徊者一回実体化してから潜るまでの間隔が何分だっけ。あ、そういうの聞いたことあるんだけど、本当なのかどうかがよくわかんない、それが。扉をとりあえず閉めとく。あ、ここはいいですね。ただこのエリアに差し掛かると千里眼の徘徊者に2回目で追い詰められる可能性があるから気をつけていかないと。あ、コンパス欲しいな。方角が早速わからなくなっちゃった。特殊マガタマ取っちゃうか。
これ復活できるしね。アドバンテージだわ。ありがとうございます、ハンニャのメン様。これで一回生き返れる。ありがたや、ありがたや。やべ、もうどっち向いてんのか分かんなくなっちゃった。ゴール方向どっちだ。まあ、とりあえずは、しっかりと、ろうそくつけて、道なりに進んでいくしかない。こっちが、下方向かな多分。ゴールこっちかな多分ね、多分だけど。こっち行っちゃうと中央エリアに迷い込んじゃうよね、多分。いや、崩落ありそう。嫌な感じがする。カゴでしょ、こうしっかりつけとく。あー、とりあえず角部屋向かうか。こっちから先に行ったら良くないことが起こりそう。向こう側の扉から先へ進みましょう。確かタンスもう一つあったよね、この影に。コンパス欲しいで、しかし。いやー、回復だけか。爆竹いいですね。継承の徘徊者がどの辺うろついてるかわかんないけど、潜ってる時にもさ、ろうそく点滅してくれればよかったのに。継承の徘徊者もう言いたい放題。贅沢極まりない男。何もない。カゴさえあればとりあえずは安全なんだけど、それにしてもあいつが千里眼の徘徊者がいるから、カゴの中にずっとイボってるってわけにもいかないんだよね。で、それと同様にこう部屋の中にずっとイボってるわけにもいかないっていう。継承の徘徊者も強敵なんだけど、彼の場合はイボってればなんとかなるっていう感じだから、あ、ないねー。マガタマ欲しかったけど、シュラだとちょっと渋くなってんのかな。無料で手に入るかな。弾関係あるその辺ないと思うんだけどな。ここ角か、もうこれは多分こっち側に行けばあんまり徘徊者と合わずに済むよね。角部屋の多分千里眼の歌の範囲からも離れられるんじゃないか。あんまり足音立てるのはまずいよね。アイテムなし。爆竹をもうちょっとうまく使いこなせるようにならないと、俺の場合先がないぞ。俺の場合っていうか、もともと敵に発見されたら萎縮しちゃうタイプだから、爆竹うまく使いこなすことがマジでできない。扉閉めときましょう。継承と徘徊者は水溜りの状態だったらかなり遠くからでも索敵してくるから、扉は閉めといた方がいい、基本的に。ただここは、角部屋の角の角。多分出っ張った空間だと思うんだよね、今いるのって。だからここまで徘徊者が来ることって滅多にないと思うんだけど。はい、ゲット。2個目か。多分ね、俺の場合、あいつ、千里眼の徘徊者にさえ出会わなければ、なんとかクリアはできると思う。もうすでにプレイ時間は7分。超絶スキルの持ち主のプレイヤーだったらもうすでにクリアしている TA 勢。俺にはそれはできん。うわぁ、コンパス出てこないよね。さあさあさあ、では、このまま北に向かっていきましょう。北ってどっちだ？まあゴールの方向ね。俺どっちから来たっけ？あ、ろうそくついてるか、こっちだね。こっちがゴール方向かな、多分。やっぱ迷ってる。ふすまがあって。あ、どうしよう、これ光にちょっと置いとこうかな、迷わないように。ろうそくつけてるから基本的に迷うことはないと思うんだけど、とか言ってるそばからもう迷ってるんだけどね。おっと、半開き、いいですね。分けとく。あ、カメラいいね、これ。カメラが結構出てくる。鍵か。徘徊者に扉を開けさせる。いやー、来てる。さあどうする、こっちへ行こう。ちょっと喋れなくなる。まあ拘束できるからね、爆竹。おっと、ちょっと待って、爆竹のところに来てるだけだよね、多分。離れよ。ここ鍵かかってるとこじゃなかったっけ、違ったっけ。あ、違うわ。形状から距離取りましょう。うわっ、まずい。この状態で整理眼が来たらやばいな。まあだけど、日暮らしの回廊って結構ね、開幕鏡安定みたいなところがあるみたいなんだわ。だから鏡使っちゃってもいいんだけどね。わあ、近づいてきてるな、これ絶対。来るかな、これ。
入ってきそう。入ってきそうな感じがする。入ってきたらカメラ使うわ。バシャッとシャッターチャンス。なんでかって言ったら、結構ね、ゴール付近のエリアまで一気に飛ばされることがあるみたい。日暮らしの回路は、鏡使うと。まあ、どこのエリアでもそうなんだろうけど、日暮らしは確定で、開幕で鏡が手に入るからね。確定かどうか知んねえけど、大体置いてあるわ。いやーさあ、身動きが取れなくなってきた、イボ実況者ホッツェルさん。さあ、このまま、びっくりやすることはできるのだろうか。半分思想が浮かんでるんだけど、すでに。この顔色。真っ青といったところか。さあ、しばし静寂が訪れて、ろうそく、お、離れてってる。いいですね。だけど、ここで油断したらすぐ近くに来るから、気をつけていかないといけない。水溜まりの状態に戻ったら多分普通に発見されちゃうから、いるよね。そりゃいるよね。これ移動まりか。向こうの方にいるとなったら、まあ、ろうそくが点滅してるってことは、実体化状態だよね。この、右に折れることができる。ワンチャンいけるかな？ちょ、つけてこう。いけいけいけ。えっと、難易度修羅で、それは。わあ、音がする。どこだ？継承の鐘の音って結構遠くからでも聞こえんのかな。だけど、ろうそくさえ点滅してない範囲まで逃れれば、あ、ここ爆竹投げて開けさせればよかった。しまった。ここに鍵あってくれることを祈るわ。幸い歌は聞こえてきてないから、少々余裕を持って探索はできるんだけど、開けさせたいが、ただ、開けさせようとして、千里眼の徘徊者が寄ってきたらやばいんだよね。ここはちょっとスルーしよう。あ、ちょっと待って、一応覚えとく。これ置いといて。鍵室のところで覚えとこう。もしかしたら次すぐ鍵出てくるかもしれないから、歩いてこう。あ、まずい！それはまずい。多分ね、人によっては一番危険な徘徊者の可能性もあるよね。走り回る徘徊者。なんでかっつったら、足が速いからなんだわ。アイテム駆使して逃げ切れるとか、うんぬんとか関係なくて、マジで戦闘能力自体は高い。一旦捕捉された時の戦闘力が一番強いんじゃね？走り回る徘徊者って。そのうちにスタミナ切れて追いつかれるみたいな。ともあれ多分こっちに行ったよね。しばらく会わずに済みそう。え？いや一瞬音聞こえたような気がするけど、気のせいか。外周沿いに沿って北上していく。これでマガタマ部屋に行き着いたら、あっ！びっくりした。いたのか。来るよね。チャンス。アイテム取ってコンパス OK。 やばいなこれ。ちょっと待て待て待て、距離取ろう。さあ走り回っている。あれは徘徊型か、何だ、あのところに。なんだ、徘徊型だよね多分。まあだけど走り回るも向こうに酔ってるだろうから、あ、しまった！まずい！何やってんの？逃げよう逃げよう。やばくない？どこ？は？うっそ！くそが！まあ、ダッツのごとく逃げていく。これって、日暮らしの音になってるところって、これ外周部屋なのかな？このゲーム。爆竹なくなっちゃった。鏡もなくなったし。アイテム補充したいところ。ないね。爆竹ちょっと無駄打ちしちゃった感があるな。これはどこにいるんだろう。マガタマ！ください！あっしゃいいですね。これは、2分の1らしい。確率的に。ただね、頼みの綱はカメラか。ゴールに向かっていきましょう。これさっきとそんな変わらない場所に飛ばされてるんじゃね？そんな感じするんだけど。おっと！これは？流れここにありといったところか？
ぶら下がってるやつがほとんど面中なんだけど。さすが難易度シュラといったところか。このまままっすぐ北がゴール地点か。これはどこにいるんだ、俺。これさ、外周部屋だったらこんなコンパスの刺し方しないよね、多分。本当にど真ん中のエリアに飛ばされたんじゃね。だけど、あそこ窓の外だよね。どこにいるんだ、俺、今、これ。それにしてもさっきの継承の徘徊者はまさかあんな近くまで接近してたとはね。いや、ちょっと部屋に逃れましょう。どこにいるだろう、見つかるかな、これ。通路の先にいたとしたらもう見つかっていてもおかしくない。これは鏡一個欲しいな。そしたら一旦切ります。一旦切る。この続きこのまま次回。では、本日もご視聴ありがとうございました。では、さよなら。